日本語ですでに知っていることを教わるシリーズにようこそ。今日は基本的な算術を日本語で学びます。堅苦しい専門用語を使うと四則演算と呼ばれていますが、簡単に言うと足し算、引き算、掛け算、割り算の4つのことです。すでに計算の方法は知っていると思いますから、この動画では単語に焦点を置きます。では始めましょう。その1、足し算。英語で言う addition は日本語では足し算と言います。足しは動詞の足すから来ていて、算は計算の算のことです。もっと難しい言い方をすると加法や加算と呼ばれることもあります。この場合の加は加えるから来ていて、足すと加えるは同義です。足し算の記号はご存知の通りこの記号です。英語と同様プラスと呼びます。では次の等式を声に出して読んでみます。1たす2は31たす2は3。このようにプラス記号は足すと読みます。もちろん1プラス2は3というようにプラスと読んでも構いませんが、足すの方が自然です。またこの記号は統合またはイコールと呼ばれ、式の中でははと読みます。イコールと読んでも構いませんが、単純な式でははの方が自然に聞こえます。もう一つ例を見てみましょう。10たす9たす1は20。10たす9たす1は20。補足、足し算の結果ははと呼びます。英語で言う sum のことです。例えば2と5の和は7ですと言えます。その2、引き算。続いて英語で言う subtraction は引き算と言います。引きは動詞の引くから来ています。減法、減算と呼ばれることもあります。減は減るから来ています。引き算で使う記号はマイナスと呼びます。では次の等式を声に出して読んでみます。100-40は60 100-40は60。このようにマイナス記号は引くと読みます。プラスと同様マイナスと読んでも構いませんが、引くの方が自然です。もう一つ例を見てみましょう。20-5+2は13。英語で言う brackets または parentheses は日本語では括弧と呼びます。括弧の始まりには括弧と言います。またより正確に括弧の適用範囲を伝えたい場合は括弧の終わりに括弧閉じと付け足すこともあります。例えば5+2とも言えます。補足、引き算の結果は差と呼びます。これは英語の difference と同じですね。例えば6と3の差は3ですと言えます。その3、掛け算。次に英語で言う multiplication は掛け算と言います。掛けは動詞のかけるから来ています。かけるには意味がたくさんあり、同音異義語も多いので、ぜひ辞書で調べてみてください。掛け算は乗法または乗算とも呼ばれます。乗の訓読みは乗るです。掛け算の記号は掛けると読みます。略して掛けと読まれることもあります。掛け算はドットや中点で表すこともありますが、これらも同様に掛けると読みます。では次の等式を声に出して読んでみます。8×2 は16。8×2は16。ただし次のように文字を含む式では×とは読まず、数字と文字だけを読むので 2m と言います。また一桁の数字同士の掛け算は KUKU と呼ばれ、特別な読み方が存在します。小学校では KUKU を暗唱できるようになるまで練習します。KUKU の特別な読み方については動画の説明欄にリンクを貼ったので、そちらをご覧ください。 KUKU の例をいくつか紹介しておきましょう。例えば 2×3 は23と読み、答えを含めると23が6と読みます。また 4×8 は四波と読み、四波32となります。中にはがが登場する計算もあります。例えば 1×1 は1は11が1のようにイコールをがと読みます。補足、掛け算の結果は英語では product と言いますが、日本語では積と呼びます。例えば5と10の積は50ですと言えます。その4、割り算。
最後に英語で言う division は割り算と言います。割りは動詞の割るから来ています。割り算は除法、除算とも呼びます。割り算の記号は割ると読みます。割り算の結果は英語では quotient と言いますが、日本語では小と言い、 remainder は余りと言います。難しい言い方をすると剰余とも言います。なお余りが出る場合は割り切れないと言い、余りが出ない場合は割り切れると言います。割り算と分数は密接な関係にありますが、別の動画で解説するつもりなのでここでは割愛します。では次の等式を声に出して読んでみます。21÷3 は7、 21÷3 は7。この場合21は3で割り切れるので余りは0です。割り切れない場合はどうでしょう。20÷9 は2余り2、 20÷9 は2余り2。この場合20は9で割り切れず2余ります。もちろん小数や分数を使った表現も可能ですが、別の動画にて紹介します。それでは今日はここまでです。さようなら。